ました。あれもしてるしね。とだから最初から言ってたんだよ。それにロープも不足してる。クライブ、父さんに見せつけてやれよ。やってやったぞ、お前ができなかったことをって。ああ、派手に報告しよう。シドが目を覚ますくらいにな。ありがとう、ミド。待ってる。ガブ、留守を任せたぞ。お前の代わりは荷が重い。早く帰ってきてくれよ。あと頼んだよ、ヨウテ。ジョシュア様、どうかお気をつけて、ご無事で。若様、私が調合した薬はちゃんと持ったの？徹夜で調合したんだから、飲まなかったら人参食べさせるわよ。いい？わかった、タルヤ先生。ありがとう。あんたにも言っとくわ、クライブ。必ず戻るのよ。どんな大怪我でも治すから。すぐに帰るさ。もうお前たちに言うことは何もない。思う存分に戦ってこい。悪党らしく豪快にな。こちらはうまくやっておく。お願いします、おじさん。行ってきます。そろそろ行くか。待ってくれ。ジル。もう行くのね。ああ。トルガルを頼む。トルガル。ジルとみんなを守ってくれ。忘れないで、クライブ。あなたはあなたよ。それを忘れないで。行ってらっしゃい。俺は必ず戻る。ジル、愛してるよ。分かってる。私も愛してるわ。Thank you.
行こう。最後の戦いだ。長い旅路を経てバリスゼアへとたどり着いた我が箱舟、創世の要石のアルテマ。この船にはかつて我が脱ぎ去った肉体が眠っている。創世に備え口縫いを留め置いていたが、これで汝らに絶望を与えるのも一興か。古き肉体から新しき肉体へ、我は完全なる器を手に入れるのだ。兄さん、やるぞ。二人とも。Thank you.
しまずに済んだもの。兄さん、兄さん、兄さん、大丈夫かい、兄さん。お前こそ。あ、平気さ。バハムートは？立てるか？これくらいなら大…捕まれ。ありがとう。
歩くぞ。託されたんだな、俺たちは。うん、そうさ。だから立ち止まれないよ。ああ、進もう。辛いか？兄さんだって足元がふらついてるよ。人のことは言えないな。冷たくて何もない空っぽの光、嫌な光だ。ここで全てを片付ける。そうしたら一緒に帰ろう。もちろんさ、みんなも待ってる。貴様の一族を蘇らせる、それが本当の目的か。神、願い、思い。そうか、それで兄さんと。僕の封印が弱まったからじゃ。
なかった。貴様もその一人だったか。フェニックスの日、それを合わせ持つのがアルテマだと思っていた。でもそうじゃない。分かったんだ、なぜ奴が兄さんを器にできないか。もういい、喋るな。聞くんだクライブ、アルテマは神として自ら作り出した人々の信仰を集めた。つまり奴は願望の受け皿、人の思いを託されたものだ。まさか。そうさ、奴の中には数多の思念が渦巻いてる。強固な自我を作り上げるまでに。まったくとんだ皮肉さ。あんなに人の自我を否定しておいて僕たちと同じなんだから。そして兄さんも多くの思いを託されてる。人が人として生きられる場所を作りたいというシドや仲間たちの思い、少しでも多くの人を救いたいというロズフィールド一族の思い、兄さんをそばで守りたいというジルの思い、その思いが強いほど託されたものの自我も強くなる。兄さんとアルテマは互いに強固な自我を持つがゆえに、決して溶け合うことができないんだ。だから兄さんに僕の思いも託すよ。この力で奴を超えて、兄さんならきっと奴を倒せる。調子が。やめろ、死にたいのか。いいんだ兄さん、体の大半は石化してる。どの道も助からない。やめろ。起きろよ、起きろ、チノシア。
ふざけるな、目を開けろ、ジョージア。なんで、なんでこんなことに。ジョージア、ジョージア。ついにフェニックスの力を手に入れたか。エーテルは満ち足り、残るは我が器のみ。我らが汝を消す。愚かな、まだ足掻というのか。
たり、何が何時をこれほど。そうか、やはりロースとなっていたのだな。人が生命として確立するとは。許さぬ、許さぬぞ。たかが肉の塊が我ら一族と同等になるなど。全てを決めるのは我らのみ。何者であろうと倒すだけだ。フェニックスの力使わせてもらうぞ。我らの前にひざまずかせてやる。
かようなことあるはずがない。貴様は自分の弱さを知っていたんだろう。だからこそ世界に抗ったんだ、必死で。そして貴様は恐れた。人が自我を持ったことに。人が弱さを知ったら今度は生き延びるために自分に抗うのではないかと。貴様はただ逃げただけだ。世界からも人からも。器ごときがこの我を語るか。くそyou
と俺たちは何も違わないということが、我が人と同じだと。我は貴様らとは違う唯一の存在だ。存在だと信じ疑ってこなかった。だから選べなかったんだ。自分以外の誰かと共に生きる道を、思いで強く紡がれていく自分を。したような口のダメ元をやめろ。俺は思いを託された。そしてみんなの思いに応えたい。人が人として生きられる場所を作るために、守るために、俺たちがこの世界で自分の意志で生きていくために。人ごときがまだまだ終わらせる。創生という究極の幻想を打ち破る。アルテマ、くたばれ。
我が消え、神という光が失われた時、どのような世界になるか分からんのか。世は乱れる。これから多くの苦しみと悲しみが溢れるだろう。そう分かっていて立ち向かってきたとは、なぜ？それが人だ。その意味を分からなくても、俺たちは生きたいと願っている。不完全かもしれない。だからこそ誰かとつながりを求め、間違いながらも歩いていく。目の前に広がるこの世界に答えがあると信じて、ただまっすぐに歩き続けるんだ。一歩また一歩だ。我が消えてもこの世界がある限り、我が生み出した断りが消えることはない。黒に侵され死にゆく世界で、覆すことのできぬ因果にもがき苦しめ永遠に。
ルテマの力が大きすぎて俺一人の手には余る。だがこれなら奴が作った世界の断りを焼き尽くすことができる。ベアラーもドミナントもクリスタルも魔法も全てを灰に返そう。たとえこの身が砕けようとも。
こうしてクリスタルをめぐる探求の旅は終わった。火をつけて。はい、母さん。ああ、こんな時、火の魔法が使えたらな。魔法？またあの古い本を読んでたのね。魔法なんて本の中だけのおとぎ話なんだから。ほら。着いたじゃない。ありがとう。食事まで遊んでらっしゃい。兄ちゃん、早く早く。わかってるって。よし、聖女と死闘やろう。やだよ、僕まだやりたくないもん。じゃあ何するの？召喚獣合戦。またお前それ好きだな。僕イフリートね。おい、俺はフェニックスか。マハムータが吠えた。